私は。あ、ママ二人でやるとはかどるよ。もう明日の宿題終わっちゃうもん。へえ。何よ、私たちだってやるときはやるのよ。可愛いノートもお隣で買ったんだもんね。さあケーキでも食べて残りやっちゃいなさい。わあ、美味しそう。あれ、キャッペン壊れちゃった。安物だからな、これ、マリちゃん、いいよこれ使って。いいの？わー、ありがとう。かわいい。ミコって優しいね。いや、そんな大げさに言わなくって。貸したシャッペン、ないないない。マモル、ここにあった犬のシャッペン。触ってねえよ、何にも。人を疑う前によく探してみろよ。こないだだってないぞ。ないな。ないわね。私のお財布。ってことがあったじゃんか。それはそれ、これはこれ。いとこにもらって大事にしてたやつだろ、あれって、ねえ、マリちゃんが間違って持って行っちゃったんじゃない？そっか、もうマリちゃんってババテンボだから、明日返してもらおうっと。おかえり。はいはい。マリちゃん、昨日見て見て、すっごい可愛いの。え、マリちゃんのシャーペン。やっぱりマリちゃんか。あのさ、それ返し。ありがとね。これほんと気に入っちゃった。なんか悪いみたい、こんな可愛いのもらっちゃって。いいな、私も欲しい。ミーコって気まいいね。あの、私、あげるって言ってないよね。使ってって言っただけだよね。それとも、何か言ったんだっけ。あ、そうそう、昨日の宿題、みんなに聞いたら、僕間違ってるって。ほら、早く写しちゃいなさいよ。うん。それで、夏目漱石の作品には、坊ちゃんの他にも、我が輩は猫である。使ってる。私なんか汚れるの嫌だから普段は使ってなかったのに。あんなことして落っことしたら壊れちゃうよ。やめろ、歯型がつく。山田。はい。次読んでみろ。はい。よそ見してるからそういうことになるんだぞ。私のシャッペン。あ、ちょっとミーコ、ミーコってば。呼びつけんなよ人。ちょっとミーコ、今日変じゃない？どうしたの？別に。自分の胸に聞け。何か言いたそうじゃん。言いたいことがあったらはっきり言いなさいよ。じゃあシャンペン返して。このシャンペン返して。私のシャンペン返して。シャッシャと言いなさい、幽霊。もうミーコったらはっきりしないんだから。
だなんだ。それそれいとこからのプレゼントなのに。これ何よ。そんなに大事なら最初からくれたりしなきゃいいじゃん。あげるなんて言ってない。使っていいよって貸しただけだよ。いいよこれ使って。いいよこれ使って。いいよこれ使って。くれたんじゃなかったのね。何言ったい。マリちゃんがミーコのシャーペン壊しちゃったんだって。返しちゃいいんでしょ。ほらもういい。そんな壊れたの。治ったけど、これ。珍しいわね、3人で宿題なんて。あ、私が誘ったの。まあ、ゆっくりしてってね。ミーコ、私ごめんね。早とちりでさ。マリちゃん。いいよいいよ。私こそはっきりしなくてごめんね。そうよ。あ、でもよしきくんって器用だよね。ああ、そうそう。ほんとびっくりしちゃった。あれ、消しゴム割れちゃった。いいよこれ使って。ありがとう。あげないけどね。あれ、三角定規学校に置いてきちゃった。あ、いいよこれ。あ、サンキュー。あげないけどね、あ、二人ともそのノート可愛いね。お揃